疲れ様です。はい、こんばんは。ちょっと薄暗くなってきておりますけれども。薄暗くなってきますね。うん、車内灯つけたまんまね、ちょっと運転するわけにはいきませんので。まあそうですね。道交法的にね。うん。いやいやいや、最近あったなんか怖い話とか不思議な話なんかあります？あんたさっきもこれ聞いてて。じゃあ、あえてだから一回区切ったのに、なんでもう一回言うんですか、それ。ああ、なるほどね。聞きたいわけよ、こっちは。動画を別にするわけだ。別にって言うな。一回で撮ってるみたいに言うな。別日に撮った感じを出してるわけね。そう、まあまあいい。いや、それは別に、あなた自分で言わんでいいよ、別にそんなの。なるほど、なるほど。なんか怖い話、不思議な体験、他にあります？まあ確かに、この他の YouTuber さん見ててもですね、うんうん、なんか、あ、これ一日で撮ってるな、みたいな。洋服変わってないな、みたいな。前回の収録でーすって言ったけど、格好一緒だな。格好が一緒だよ。多分20分くらい前だろうな、みたいな。いや、まあありますけど。まあまあ、まありますけどね。まありますけどって言ってた、俺。言ってはなかったと思うけど。まあまありますけど。じゃあ言ってたんだな。言ってたんだな、じゃなくてね、怖い話ですよ、怖い話。不思議な体験。これ、ガチのやつあるよ、俺、ガチのやつ。何ガチ？まあでも、俺の先輩が経験したやつだけど。先輩が体験した怖い話。まあ、この方ちょっと名前出せないんだけど、はいはいはい、めちゃくちゃまあお酒が弱いというか、うん、でね、あとまあ心もちょっと優しいというか弱い方で、はいはいはい、ただ人と喋れないんだけど、お酒飲んだらやっと喋れるようになる。ああ、なるほど。そういう方で、この方はまあお酒を飲まないとまあ人と喋れない、特に女性とは喋れないという。はい。方で、ある時にこう一人でお酒を飲みに行って、はい、わあもう店員さんとも喋れないしどうしようみたいな、きついなみたいな、でも女性とお話とかして楽しく飲みたいなと思ってて、もう普通にお酒飲んでて、はい、でそしたらこの沖縄って観光県じゃないですか、観光客の方がたくさん来るじゃないですか、うん、多いですね。でこの観光客の女性2人に逆に声をかけられたと、うん、お兄さん一人で飲んでるんですかみたいな、うん、で、あ、そうなんですみたいな、うん、まあね、ただでさえ人と喋れないのにいきなり特に苦手な女性に声かけられて、うん、まあ、ラッキーと思う反面をうまく喋れないみたいな、うん、でも先輩も頑張ってこう喋って盛り上げようとして、はい、そしたらなんかまあ盛り上がってみんなで写真撮ったりとかして、うん、よくやるじゃない、自撮りで写真撮ったりとか、あ、はいはい、で俺の携帯でも撮ろうっつって先輩もお酒の勢いに任せて、うん、いろいろとやって、うん、でそしたら二次会どっか行きますっていう流れになったらしい、うん、でどうしましょう、この時間から空いてるお店あんまりないというか、うん、そしたら私たち女の子2人だし、うん、あなたのお家に行ってもいいんだったらあなたのお家に飲みましょうって、うん、でこのまあぶっちゃけ1対1だったら怖いけど私たち女2人だから、うん、であなたも多分優しいからそんなことしないと思うし、うん、信用できるからあなたのお家でもいいですよっつって、じゃあ分かりました、コンビニでお酒買って行きましょうと、でコンビニで買ってお家向かってる途中もこうこの先輩自撮りで動画撮りながら、イエーイ今から僕のお家にみんなで行きまーす、キャー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 みたいなのをずっと撮ってて楽しそうで、うん、このお家で飲みながらも動画撮ったりとかして、今日来てくれてますみたいな、うん、嬉しいです、僕人とあんまり喋れないのにというね感じで動画撮ってて、もしかしたらまあこう一夜あるんじゃないかっていううっすらまあ期待もあっただろうけど、でも先輩ももう楽しくてお酒進んで、うん、ただでも弱いのにめちゃくちゃ飲んでしまって、はいはい、で眠ってしまったらしい先輩、うん、朝方起きてパッて起きて、うん、もうこう飲んだ形跡とかもある、うんうん、けどもう女の子たちいなくなってて、わっちゃーもう俺が酔いつぶれちゃったからみんな帰っちゃったぜとなってたと、うん、で僕このお家の片付けした後に、うん、この動画を見てちょっと昨日の思い出に引いたろと、うん、この動画を見てたら、はい、居酒屋の3名で写真撮りましょうという自撮りも、うん、自分しか写ってない、でこのコンビニからお家行くときに、いえ今から僕のお家行きます
で3名で自撮りしてるイエーイとか女の子がやってるのにも女の子が映ってない。でお家に来てまーすって言って動画撮ってる時も誰も女の人が映ってない。え？先輩もびっくりしてえーみたいな。記憶はあるはずだけどでもそこに映ってないってなって、うん、でこれがもう先輩はもしかしたらこの幽霊と飲んでたんじゃないかっていう。そうっすよね、動画に映って写真にもいないんですからね。そうで、けど酔っ払ってて自分もお酒が弱いし、うん、もしかしたらもう酔っ払って誰かと飲んでる気になってたのかもしれないけど、はいはい、でも記憶が鮮明すぎると。ああ、ありすぎるんだ。そう、なんか記憶がない時って、まあ、お酒飲んで記憶がない時って、うん、もうパツンってないじゃない。ああ、まあ、途切れ途切れだったり、そうそう、まあ、断片的にあったりはするけれども、はいはいはい、けど記憶もあるんだけどってなって、へえ、これがもう酔っ払ってたからなのか、もしくは本当の霊体験なのかが先輩としてもわからないけれども、うん、めちゃくちゃ怖かったっていう。くー、まあ、幽霊じゃなかったとしても自分が酔っ払って、うん、見えないものを見えてしまってるみたいな体でやってたとしても怖いし、でもその先輩ちょっとやっぱ変わってるというか、まあ、そういう、こう、はいはい、心が弱い方なので、うん、人前に出たい、目立ちたい、喜ばせたいっていう人だけども、うん、それがうまく表現できない人で。ああ、なるほど。この方は、まあ、学生の時に、はいはい、なんか、まあ、余興ありますかみたいな、あるじゃない、うん、この文化祭の後のみたいな。はいはい、その時になんかできるって言われて、じゃあ僕マジックやりますって、おマジックやりますって言って、はい、いいのみたいな、うん、で実際その日当日マジックこの教室でやったらしいわけ。でその時にこのマジックが針が指を貫通するってマジックやったらしいわけ。はいはいはい、ありますね。けどやっぱ普段打ち切り人とコミュニケーション取らなくて、うん、なんだろう、心が弱い方だから、うん、このマジックをやった瞬間教室全員がこいつ本当に指に針刺しやがったってなったらしくて騒然としたんだ騒然として救急車呼ばれるっていういや違う違う、マジックマジックとも言えず下里くん、僕ってこんなダメな人間なのかなってちょっと僕はそういう話大好きです可愛げはありますねじゃあまた見てね。ないんだけどお酒飲んだらやっと喋れるようになる。ああ、なるほど。そういう方でお酒でこの お話ができるタイプそのあれはいらなかったんだけど、まあまあまあそんな噛むんだったらいらんかったけど、俺もこんな噛むかと思いましたよ。